おはようございます。現チャンネル元産経新聞社会部記者の三枝源太郎です。先日ですね、秋葉原の、中国の、出先警察、秘密警察ですね、秋葉原警察とも言いますか、ここが、摘発されですね、40代の女性、がですね、コロナの給付金100万円を騙し取ったという疑いで書類送検されました。ここはですね、中国日本復讐獣王社団連合総会というですね、まあなんて言うんだろうな、これは福建省を中心とした中国人の方々の、まあこれ、まあ親日日中友好を図る団体とまではちょっと言い難い感じなんですけれども、まあまあ、復讐のですね、まあ商工人が集まった団体であって、そこにホテルがあったんですね、獣王ホテルという。そこをまあ隠れ蓑にして、実はそこで、まあ在日中国人をですね、脅迫したり監視したりするような活動が行われていたのではないかという疑惑が、疑惑といいますか、警視庁がそれを書類送検しました。それでですね、実はその話をしていた時にですね、今日さたった先ほど、長尾隆さんと、がやられてるですね、あと吉田浩一郎中野区議とですね、ツイッター探偵団、発見ツイッター探偵団という、スカイプでやっている番組をですねご一緒させていただいてるんですが、そこでちょっと中国スパイの話が出たんです。でそこでですね、このね、その時の話をしているうちに日経ビジネスで非常に面白い記事を見つけましたので、ちょっとそれをご紹介 してですね、今日は中華料理とスパイについてお話ししてみたいと思います。この記事はですね、こういうふうに書いてあります。中国スパイの息がかかったパブなどの飲食店が日本各地にある。日本人客が接客係の中国人女性と仲良くなり、自慢げに社外秘の情報を伝えたら、中国側に筒抜けになっていたなどということが実際に起きている。中国政府は自国民にスパイ活動への協力を法律で義務付けており、日本にいる中国人にも適用する。私たちは国籍に基づく偏見を排除しつつ、中国側に情報が漏れるのを防がなければならない。東京都港区にある高級中華料理店、ウェーターが運んでくるコース料理はどれも美味しい。ディナータイムということもあって店内は賑やかだ。テーブルを挟んで座る勝丸円覚氏からは、入店前に店は中国のスパイ活動の拠点になっている可能性が高いとの説明を受けていた。現在民間のセキュリティコンサルタントを務める勝丸氏は、数年前まで警視庁公安部外事課に所属し、中国などのスパイ活動を監視していた。拍子抜けするかもしれないが、中国の諜報機関がスパイ活動に利用している全国各地の飲食店は、記者が入店した高級中華料理店のようにどこにでもあるような店構えをしている。普通だからこそ来店客も特段警戒しない。中国のスパイはそこをついてくる。勝丸氏は、日本人男性がこの店で外交官に偽装した中国のスパイやその協力者のセッティングした宴会で接待を受けていると、途中から美人な女性が加わることがあるという。女性は中国からの留学生などであることが多い。そんな展開になったら宴会の主催者が仕掛けたハニートラップに警戒した方が良いという。一緒に二次会に行ったり、後日再会して仲良くなり愛人関係を結ぶよう、女性は中国の諜報機関のスパイから指示されている可能性があるという記事です。これちょっと有料部分ですので、有料記事ですので途中までしか、書けませんが、僕はですね、このね、ちょっとこの日経ビジネスのこの写真ですね、これがですね、勝丸円覚さんの、このサングラスで変装している顔なんですが、この辺りに写ってる店がちょっと気になりまして、これひょっとしたら僕がこれそうなんであれば、僕ここ行ったことあるなって思ったんですね。例えばですね、皆さんご存知でしょうか、横田基地のですね周り、あそこ当然米軍もうの方もいますよね。あそこの周りって、まあ福生市なんですけど、中国人パブって結構あるんですよ。
で綺麗なママさんがいて30代中、まあ、中頃ぐらいのね、僕はそこはね外見だけ見に行ったことがあります。ちょっとそこはちょうどコロナだったんでね、あんまりやってなかったんですよね。そういうところがですね、そうだな、横田基地から歩いてだいたいまあ1キロないぐらいですね、歩いて多分あれだったら15分ぐらいで着くんじゃないかなと思います。そういうところにね実はあるんですね。でここの中華料理、このね中国クラブだけじゃなくて中華料理も、結構ねいろいろ噂があるお店ってあるんですよ。実は秋葉原警察の他に東京都内には実はあとまだ数箇所ですね、そういうところが噂されているところがあるんですね。あとはね、僕が聞いたのは名古屋と福岡は、そういうところがあるというふうに聞いたことがあります。聞いたことありますけど、それがどこかはまあ今日ちょっとはここでは申しませんけれども、例えば、中華料理のお店でですね、非常に有名なお店があります。高級中華料理店です。でそこはですね、北京ダックでが美味しいんで有名なんですね。そこはね民間企業だったんですけど、いつしか中国共産党の資本、いわゆる政府の資本が途中から入ってるんですね。でそういうところがあって、で行くとね、まあやっぱりね、ウェーターもそうですけど、ウェイトレスも、まあ、結構美男美女なんですよね。まあそこではね、僕はちょっと妻と行ったことがあるんですけど、もう一切会社の話はしなかったですね。それからね、港区、この港区の中華料理店って、ここに高級中華料理店って書いてあるんですけど、ここがですね、僕が考えているところと同じであれば、中国のある地方のですね、まあ何て言うんでしょうね、看板料理みたいなのを出すお店で、すごい美味しいです、ここは。で実はここのオーナーとは僕ね、もうかなり今から何年前かな、僕がまだ30歳ぐらいの時、20数年前ですね、名刺交換してるんですよ。でその方がねこういうふうに言ってました。中国の大使館で働いていますと。在日本中国大使館の実は元職員なんですね。その方が中華料理店のオーナーなんです。でそこはね、面白いなと思ったのはですね、行くとね2回に1回ぐらい政治家がいたんですよ、当時。これも自民党も当時、それ民主党ももういろんな人見ました。結構ねそこ美味しいんでね、一時期通ってたんですよね。で僕も実はね、産経新聞の社会部の記者だってね言っちゃったんですよね、名刺渡してね。だからまあその頃はね、まだそんなスパイがうんぬんっていうのも僕もまああんまり考えても、まあロシアスパイはね昔から有名だったですけど、まああんまり考えてなかったですよ、正直言って。まあうかつなことにね。だけどそこね、今でもねどん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 大きくなってって支店いくつか出してますよ。それからね、こんなこともありました。覚えてらっしゃいますかね、ちょっと前、僕は会社辞めるちょっと前、令和になるかならないか、もうちょっと前ぐらいにですね、平成30年ぐらいだったと思います。アパホテルの、に南京事件、まああれは嘘だっていう本が置いてあるっていうんで、まあ中国人が騒ぎ出してですね、実は新宿区のアパホテルの前をですね、デモ行進があったことがありました。でね、その時にね、実は、それを主導した方って言われてる方が、香港のフェニックステレビに出たんですよ。でその時に司会者から、なんか東京であなたデモ仕掛けたらしいねと、あなたが黒幕だって言ってるって言ったら、はははははって笑って、まあ否定しなかったんです。その方がやってるお店は、実は新宿区に実は中華料理店があってですね、で僕は実はその産経にまだ行った時にですね、その方に直接、取材に行きました。でもうね、そこはねやっぱりカラオケボックスを改造した中華料理店だったんですね。ですっごく美味しい店
で朝日新聞の記者がよく通ってましたよ。よくあのたくさんで朝日の人が来るって言ってました、あの店員さんが。そしたらそのね店員さんにね、オーナーいますかって言ったらね、そう、寝てたんですよ。すぐ僕がご飯食べてこうパッと、じゃあそろそろいいかなと思って、すいませんって言って、あのオーナーに会いたいんですけどって言ったら、 そこにいますって言われて、で僕まっすーとそっちに行ってですね、あなたが南京大虐殺デモ、いわゆる新宿の反アッパホテルデモの首謀者だというふうに言われていますけど、そうなんですかって言ったら、一言だけもうすごいくたびれたような顔してて、あんま寝てなかったみたいで、産経新聞には答えないって言ったんですね。でまあまあね、やっぱりいろいろ考えるとね、その中華料理店ってやっぱりいろんな人が来るじゃないですか。でそこに例えば、日本の官僚の人も来るだろうし、政治家も来る。でまあ日中友好議連なんかだったりなんかしたら、当然そういう中華料理店にも多分行きますよね。でやっぱりまあそういうところでいろんな話をやっぱりこうしちゃうわけですよ。で中にはこの、日経ビジネスの話に出てましたけど、まあハニートラップを、仕掛けてくるということだってあり得るわけですよ。まあチャイナドレス着てね、そういう局面があるという。あとやはりあのまあ昔からね、中国政府には忠誠を誓うようにっていうのは言われてるはずなんですよ。であの大光年事件だったかな、昔あとに、中ソで横田スパイ事件って、中国とソ連の、工作員があのいろいろ入り混じってですね、入り乱れて横田基地のあたりでスパイ事件を起こしたことがありました。そういうこともあったんですよ。だからまあ数は少ないんですけど、中国人スパイの事件というのも摘発はされたことがあるんですね。でその時に、まあ、結構ね、あのやっぱり主食それから女性っていうのがあるわけで、あの方策としてね、あの籠絡する手段としてやっぱりあるんですね。でやっぱりね、横田基地の近くにね、基地の近くにね、そういうやっぱり女性、綺麗な女性がこういてって言って、もしね自衛隊の人とか米軍の人とかが行ってしまったら、いやどういう風になるんだろうなって、やっぱりちょっと興味ありますよね。でまあ実際にね、ここであのこの日経ビジネスでそういう一例を挙げてましたけど、まだ秋葉原警察の他にも言われてる、拠点の一つがやっぱり中華料理店なんですよ。そこもね、中華料理の結構な老舗でね、老舗なんですが、美味しい、そこも美味しいんですよ。美味しい店なんだけれども、結構ね、人民網っていうあの例の人民日報の日本版ですね、ちょこちょこ出てますね。でやっぱりね、こう友好団体の中に日中友好って言って、まあ、いろんな団体がね、こう民間交流だとか言ってきますよね。で全部がそうだとは言いませんよ。で実際問題に日本に、いる中国人の人のおそらく 95% ぐらいはもう関係ないと思うんですよ、そんなの基本的にはね。だから例えばコンビニでね、いつも一生懸命働いてる中国人の留学生の子とか、まああんまりそういう方は関係ないと思うんですが、やっぱりね、これはねどうなってんのかなっていう団体はやっぱりありますよね、いくつかね。僕前にもお話ししたと思いますけどね、例えば九州で土地をあの買って買い漁ってる、企業が2つも入ってる、九州中資協会っていうね、組織がありますよ。でなぜかその組織の本部は中国の領事館なんですよね、在福岡の。こんなことあるのかなっていうね。おそらく警視庁とか、まあ大きな警察のですね、外事の方は把握されてると思うんです。ただまあそこでね、スパイ活動があるとまではやっぱり言えませんし、犯罪になる、日本にはスパイ活動防止法っていうのがありませんから。だけれども、あの手この手でですね、自民党の
中枢部とかに入ったり、まあ、野党にも入ってるでしょうしね。ある中国人の方がね、僕にこういうふうに言ったことがあったんです。例えば中国でスパイ活動をやるんだったら2世議員はやりやすいと。なぜならば早くその人が頭角を現して早く偉くなるから、あの早いうちに、籠絡することができるというふうに言った方がいました。これ一般論ですけどね。あの日本というのはですね、そういう、スパイをですね、処罰する法律がないんです。だからこの間の秋葉原警察の、容疑はスパイ容疑ではなくて詐欺容疑だったんですね。このままでは本当に僕はいけないと思ってるんですけれども、現にですね、岸田文雄総理が所属する宏池会はですね、中国人のに、パーティー券を買わせているという、事実があります。このままでいいのかどうなのか、この先日有村春子さんがですね、この件を実は取り上げて、かなり、評判が良かったですね。そういう、問題意識を持ったですね、議員が日本にはあまりにも少なすぎるんじゃないかというふうに思います。皆さんはどうお考えでしょうか。今日はこの辺りで失礼します。皆さん面白いなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。